今日は歌が上手くなるための3プラス1、4つのポイントについてお話ししたいと思います。皆さんこんにちは、お元気ですか？シンガーソングライター、そして眠っているあなたの本当の声を聞き出す、僕のコーチひろよです。さてですね、まあ今まで私すっごくたくさんの120以上ぐらいの、まあ歌の声の出し方とか歌の歌い方のコツとか、それからですね、まあ、実際の歌を取り上げてこういうふうに攻略してみようみたいなチップス的なものをですね、山盛り出してまいりました。一気に全部をご覧になったという人もですね、実はいらっしゃって、ちょっとびっくりです。ありがとうございます。まあその時々におうちでですね、私がすごく強く感じていることとかをピックアップして、もちろん重要なことばかりだと私は思っているんですけれども、皆さんにご提供してきました。そしてですね、まあどんどん数が増えていってですね、すごいことになっちゃったっていうのがまあ現状なんですけれども、ここでねちょっといろいろ私自身も含めてなんですが、整理してみたいなと思っています。でまず歌が上手くなる前にですね、声がよく出るようになりたいということがあると思うんですね。歌が上手くなるというのと声がよく出るようになるというのはですね、まあ完全なるイコールではないと思っています。声がよく出るようになれば歌が上手くなるわけではないんですね。もちろん声が出ないからこの歌がうまく歌えないというようなことがあったと、例えば高い音が出ないからこの歌を歌い切ることができないということはあった時にはですね、もちろん声が出るようになった方がいいというのは当たり前なんですけれども、歌がうまくなるというのはですね、表現がうまくできるようになるということなので、声さえ例えば大きい声、例えば低い声が出るようになればいいんだというですね、いわゆるテクニックだけ、スキルだけではないということがまず前提にあるので、それを持っていただきたいと思います。その上でですね、まず私が考えているのは、でも声が出るようにならなければですね、歌が上手くなる過程の上で重要なのが声がよく出るようになるということなので、これは欠かせないので、この声がよく出るようになるためにですね、どこをトレーニングしていくか、どこにフォーカスして今何をやっているんだ、何のためにやっているんだってことを考えるっていうのはですね、効率よい、うまい歌へのステップかなと思っています。まず声がよく出るようになるためのポイントは3つ、これによく注目していただきたいと思います。そしてこの3つはですね、どれの順番というわけでもなくですね、しっかりとこれが全てがまんべんなくこう上がっていくことでですね、効果が高くなるし、これは全てつながっている、一つ一つ独立しているポイントではなくてつながっているポイントだとも思ってください。というわけでですね、まず1番は息、それから体の支えという部分です。この息をどういうふうに使っていくか、もしくは息をどう取り入れていくか、そしてそのためにですね、体のこの支えってよく言われていますけれどもですね、結局はですね、この横隔膜とかお腹でですね、しっかりその息のコントロールをしている部分だと思っています。息は実際は肺にしか入らないんですけれども、肺に入っているもの、肺に入れたり肺から出したりするときにですね、このお腹の部分を使っていくんだなっていうことをですね、最近すごくレッスンの中とかでもですね、注目して生徒さんにやってるとですね、やっぱ非常に効果が上がります。のでまず息をどうするのかということについて考えていただきたいと思います。そして2番目、これはですね、実際に息がどんだけあってもですね、それが音にならないと声にはならないわけなので、音を作る、まあ簡単に言うと母音の部分が、元の音って考えてもいいと思うんですけれども、これを作るのはやはり声帯、そしてその声を響かせて、ただただ声帯で音が出てもですね、響かなければこのように伝わる声になりませんので、この声帯からさらに響きを作るのが口の中、そして鼻とか鼻の奥とか、そういうものだと思っています。でまずこの声の響きを作るということがポイント1。そしてポイント3、
それだけではただあーと言ってる、まあ要するに赤ちゃんが泣いている状態に近いと思うんですけれども、それが言葉になっていく、そしてそれをメロディーに乗せたりっていうことについて、司っているのですね、まあ、ここの顔の筋肉とか口の周りとか舌、そういったもののですね、細かい動きによって、もちろんこれは表現にもつながっていくのでね、もうだんだんこう下から上がってきて細かくなってくるわけなんですけれども、この口の部分、舌の部分ということの使い方がうまくいくということになってきます。これらすべてがうまく連携して初めて今度歌を歌うというところに入ってきます。なのでお腹のトレーニング、息のトレーニング、そして声帯のトレーニング、そして口周りから下ですね、このトレーニングというのはですね、それをどういうふうにうまく組み合わせていくかっていうのを考えながらやっていくことが重要だと思っています。そしてもう一つ、歌に欠かせないのはリズムです。この声がよく出る出ないに関わらずですね、やっぱりリズムのつかみ方、リズムの乗り方、バラードだったり速いテンポだったりしていても、リズムに乗るという考え方そのものは全く同じです。ですがバラードとして乗って、要するにテンポがゆっくりですよね、と速くなっているテンポに乗っていく乗り方、そしてさっき言ったように声になって、その司っているこの唇でそれをうまく表現していくわけなので、この部分というのが最終仕上げの歌になっていくポイントだと思っています。はい、これすべて、まあ、結局4つになりますね、3プラス1なんですけれども、これすべてがだんだん体の中に入ってきた時にですね、その声を自分で出すと自分の感情が引き出されます。それは本当のことなんですね。先に感情があるのではなくて、先にコントロールされた自分の声があるんです。コントロールっていうとですね、ちょっとネガティブに感じるかもしれませんけれども、全てうまくコントロールされているということはですね、非常に実はスムーズに自分の中から出てくるんですね。中から出てくるというのを時にですね、感情が引き出されます。その感情によってさらなる表現につながっていくというのが実は歌の構造だと思っています。なんとなくね、こうやって言葉で喋るとですね、非常に小難しく聞こえると思うんですが、その一つ一つをうまく、その、まあ、生徒さんに教えてくださる、教えていくというのがですね、各レッスン、歌の先生のレッスンの持っている役目だというふうに私は考えています。皆さんの先生はうまくそれを教えてくれているかなっていうのをですね、感じながらレッスンを受けてみてもいいと思います。でもですね、ただ先生に頼るのっていうのは良くないと思います。やはり自分の中からこの積極的にですね、自分をうまく出してくれるためにですね、こういろんな質問をしたりっていうのを、今の私のこの4項目を聞いてですね、そうかって考えていただいて、先生に出してくださいというふうにアプローチしていくというのは良い先生の使い方かなと思っていますけれどもですね。そして今の言ったこの4つの項目について私はいつも考えながら動画を配信しています。特に最近ですね、この動画の配信の初めの頃っていうのはですね、まあ自分を整理するっていう部分も含めて出していましたけれども、今ねこうやってたくさんの動画を出すことによって私自身もすごく整理されてきましたし、私自身の歌のテクニックも本当に上がりました。歌のテクニックっていうか、歌をどういうふうにこう感じてですね、自分の表現としていくのかっていうのはですね、やっぱりどんどん上がってきているなという中で、この4項目の私は今日2016年7月の末にですね、行き着いたかなというところです。なので皆さんもこれを考えていただいたらですね、より良い効果が上がるのではないかなと思っています。今日は私の考えているやり方についてお送りしました。少し長くなってしまいましたけれどもですね、皆さんお分かりいただけたら嬉しいなと思います。その上で私の動画をね、どんどんご覧になっていただけると本当にどんどん役に立つのではないかなと思っています。まだチャンネル登録お済みでない方は、こうしていろんな精神的なこともね、どんどん配信しようかな、これから YouTube ではと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録をこちらのマークの方からお願いいたします。そして本当にね、主に精神的なこととかですね、いろんな情報、もう少し深い情報をですね、
メルマガの方ではお伝えしております。ので下のメルマガ登録よろしければしてみてください。はい、ではですね、今日はお話ばかりで失礼いたしました。またお会いしましょう。 See you, be happy. シスターボーカル&ミュージックの平井でした。